アンリ四世は、ブルボン朝初代のフランス国王、及び、ナバラ国王エンリケ三世。ユグノー戦争で、おじこんで氷が戦死したため、年少にしてユグノーの名手となる。1572年、自身の婚礼に際して企てられたサンバルテルミの虐殺に遭遇したが、カトリックに改宗して、難を避け、1576年に脱走して、再びプロテスタントに復帰し、 1589年のンリ三世の暗殺により王位を継承する。その後、再度カトリックに改修して国内を平定し、1598年に南との直令を発布してカトリックとユグノとの国内融和に努め40年近くにわたる戦争を終結させた。戦後は戦争によって疲弊した国家の再建を行ったが、1610年に 精神的なカトリック信者によって暗殺された。在位中から現代に至るまで、フランス国民の間で人気の高い王の一人で、大安利、両王安利と呼ばれる。1959年から発行された50フランシ兵において、肖像が採用されていた。ブルボン家のバンドをムこアントワーヌを父に、フランス王フランソは一世の命である、ナバラ女王ジャンヌ・ダルブレを母に、ナバラ領のポーで生まれた。 母ジャンヌは熱心なユグノーであり、その影響で父もプロテスタントに帰依していた。当時のフランスではユグノーが勢力を増して、カトリックとの対立が高まり、有力な多い継承権を持つ家柄である、ブルボン家当主の父がこのユグノーの名手となっていた。1559年に、アンリ二世が、自己死、フランソワ二世が即位する。フランソワ二世の知性下では、 王妃マリー・デコスの親族であるギーズ家が牽制を振っており、ギーズ公フランソワは熱狂的なカトリックだった。宗派間の対立が高まり、ギーズ公は1560年のアンボワーズの陰謀事件で多数のプロテスタント貴族を粛清している。フランソは2世は1560年に創生し、弟シャルル9世が即位する。本来なら、 ブルボン家当主のアントワーヌが摂政を務めることになるが、この時は母校、カトリーヌ・ド・メデシスが摂政に就任し、アントワーヌは王国総大官となった。翌1561年に7歳のアンリは父に呼び寄せられて宮廷に入った。摂政カトリーヌはカトリックとプロテスタントの融和を図るものの、対立はさらに激化してしまい、その最中に父が カトリックに寝返り回収してしまう。熱心なプロテスタントの母ジャンヌは宮廷を去り、幼いアンリはカトリックに強制的に回収させられた。1562年、ギーズ公のユグノー虐殺事件を契機に、ユグノー戦争が勃発する。プロテスタント信仰に、忠実なおじのコンデ公ルイッセイが、ユグノー陣営の名手となり、母もこれに加わった。一方、 回収した父は、カトリック陣営の司令官として戦うが、ルーアン包囲戦で戦死してしまい、幼いアンリがブルボン家の当主となった。1563年2月にギーズ公がプロテスタントの資格に暗殺。3月にアンボワーズの和議が成立して、戦争は一旦終わる。1564年、シャルル九世と王太后カトリーヌが全国巡行に出発し、 アンリもこれに随行した。この巡行中にサロンイコールドプロバンスに立ち寄った際、最著名な先制術師のストラダムスからアンリが将来、国王になると予言された逸話が伝わる。1567年に和平は破綻し、再び戦争が始まる。アンリは母にベアルン連れ返され、ユグノー陣営に加わった。ベアルンでカトリックの反乱が起こると、 アンリは初めて軍隊の指揮を取り、見事に撃退している。アンリは母と共にユグノーの本拠地ラロシェルに入った。1568年、ジャルナックの戦いで、ユグノー名手のオジコンデコーが戦死してしまう。このため、若いアンリが名手となり、軍隊の指揮はガスパールド・コリニー提督が取ることになった。戦争ではユグノーは苦戦するものの、 やがて有能なコリニー帝徳の指揮の下で勢いを盛り返し1570年に和議が成立して終わった。王太郷カトリーヌはカトリックとプロテスタントとの融和のためアンリと大妹とマルグリットとの婚姻を提案する。母は両人の宗派の違いから悩むが最終的にはこの婚姻に同意した。この結婚同意からほどない1572年6月に 母が急死アンリは、ナバラ王位を継承した。サンバルテルミの虐殺同年8月18日、アンリは、王妹とマルグリットとの結婚式を挙げる。ところが8月24日、結婚式参列のためパリに集まっていた、コリニー帝徳を、はじめ多くのユグノー貴族がカトリック派のギーズ公アンリ一世の兵によって虐殺された。カトリックは、 貴族だけでなくプロテスタントの民衆まで無差別に虐殺をはじめ数千人が殺された。虐殺はフランス各地にも広がり死体がパリ市内の至るところに放置される中でアンリは重廷のコンデコをアンリ一世と共に強制的にカトリックに回収させられ宮廷に遊兵された。虐殺を契機に戦争が再開するとアンリはカトリック側で参戦している。 途中休戦を挟みつつ戦争が続く中、1574年にシャルル9世が死去する。弟アンリ3世は前年の1573年にポーランドの国王に迎えられていたが、兄の訃報を受けると、直ちにポーランドを出奔して帰国し、フランス王に即位した。アンリは幾度かの宮廷脱出の試みの失敗の後、1576年2月3日の 狩猟大会中に闘争に成功する。その後しばらく戦争の情勢を官房したアンリは、同年5月に、ユグノー有利の和議が成立すると6月13日に、プロテスタントに再改修し、ユグノー陣営の名手となった。アンリ三世と、ナバラ王、アンリの若いカトリック陣営は、ギリーズ公アンリを狩領とする、カトリック同盟を結成して巻き返し、またも戦争が再開する。 1584年、王帝アランソン公、フランソワの死に伴い、ナバラ王アンリは、筆頭王位継承権者となった。宗教戦争に、フランス王位継承問題も絡み、アンリ三世とカトリック同盟のギーズ公アンリ、そして、ヨグノ王名手のナバラ王アンリによる、三ン,ンリの戦いと呼ばれる様相を呈するようになった。危機感を覚えた、ギーズ公は、 アンリ三世に圧力をかけて1585年にヌムール直令を出させ、ナバラ王、アンリの多い継承権を無効とさせる。ローマ教皇シクストス五世もこれに同調する教書を出す。不利になったナバラ王アンリだったが、恩恵派カトリック貴族の協力を得て、1587年のクートラの戦いではカトリック軍に対象することに成功している。アンリ三世は、 交渉による和平を模索するが、1588年5月に、パリで起こったバリケードの非事件を契機として、ギーズ公は、アンリ3世に、自らのオスブルボン数奇教シャルルを、多い継承者と認めさせることに成功し、カトリック側が優位に立った。だが、巻き返しを図るアンリ3世は、同年12月、ギーズ公とその弟ギーズ数奇教類を暗殺した。 カトリック同盟と敵対したアンリ三世はナバラ王アンリのユグノー軍と合流してカトリック同盟の本拠地パリの奪回を図るが1589年8月にアンリ三世もまた熱狂的なドミニコ海士の狂人に倒れたアンリ三世は死の床にナバラ王アンリを呼んで王位を託し同時にカトリックへの改修を進めた8月2日 アンリ三世が死去して、バルワ朝は断絶した。35歳のナバラ王アンリが、フランス王位を継承してアンリ四世となり、新たに、ブルボン朝が開かれることになる。イブリーの戦いしかし、スペインの後ろ盾を持つ、カトリック同盟は、ローマ教皇から破門されていた、アンリ四世を認めず、ギーズ皇の弟のマイエンヌ皇シャルルを名手に擁立、ブルボン数帰境に、 シャルル十世を称させて、新国王に擁立し、アンリ四世に戦いを挑んだ。アンリ四世は各地を転戦して、カトリック同盟と戦いつつ、パリ攻略を目指すが、頑強な抵抗を受け容易に陥落できなかった。一方、1590年に、ブルボン枢機教が死去したためカトリック同盟も決め手を書いていた。アンリ四世は、カトリック信者が圧倒的なパリが、 プロテスタントの王を受け入れることがないと悟った。1593年7月にアンリ4世は、長飛ガブリエルデストレー、トンボ返りを打つことにすると手紙を書き送っている。同年7月25日、アンリ4世は、サンドニ大聖堂で司祭の祝福を受けて、カトリックに改修した。交換知られるところによれば、パリボビアンユヌメスセと語ったとされる。これによって、 なおカトリックが優勢であったフランス国民の広範な指示を受けることに成功し、1594年2月27日にシャルトロ大聖堂で正式に生成式を執り行うことができた。同年3月22日についにパリ入場を果たす。その後、地方の各都市も続々とアンリ4世に基準し、マイエンヌとおいでギーズ公のイジシャルル1世も基準しカトリック同盟は、 が解した。ブルターニュでは、スペインの支援を受けた、メルクール公が抵抗を続けており、1595年に、アンリ4世はスペインに宣戦線布告をして、ブルターニュ平定を行った。メルクール公が降伏し、スペインとの和平交渉も始まった1598年4月30日に、アンリ4世は、なんとの直令を発した。 同直令はカトリックをフランスの国家的宗教であると宣言しつつ、プロテスタントに多くの制約はあるものの信仰の自由を認め、フランスにおける宗教戦争の収束を図ったものであった。ガブリエル・デストレさん、バルテルミの虐殺のため、不幸な結婚となったアンリ4世と妻マルグリットとの関係は冷え切ったものであり、子供もいなかった。長きにわたって別居状態で、 それぞれが大ピラに幾多の愛人を抱えていた。後にマルグリッドは一人でオーベルニュの遊村場に移り住んでいる。アンリ4世がフランス王位に着くと側近たちは後継者問題で再び内戦状態にならないためにもきちんとした後継者を残すよう提言した。アンリ4世はローマ教皇にマルグリッドとの結婚の無効を認めてもらうことで既に3人の子供を産んでいる。 ガブリエルデストレを正式な妻に迎えたいと望んでいた。身分の問題から、側近は反対したが、ガブリエルが1599年4月に休止したことで、問題は立ち消えとなった。同年、教皇からマルグリットとの結婚が無効であったとの宣言が下され、1600年にアンリー4世は、メディチ家のマリード・ドメディシスと結婚した。二人の間には6人の子が生まれている。 だが、政略結婚である二人の中は、決して円満ではなく、多情なアンリ四世は、多くの愛人を持ち、その数は56人以上に及んだとする説もある。アンリ四世は、愛人の中でもとりわけ、アンリエット・ダントレーグを深く愛した。ヘイラクレースに奮するアンリ四世、アンリ四世は賢明で有能な君主であった。反対派貴族を武力で弾圧するのではなく、 懐従することに努め、そのためには賠償金の支払いさえ辞さなかった。さらに、国民の生活状態を配慮する姿勢が評価されて、絶大な人気を誇り、両王、ンリと呼ばれるようになる。まず、内戦で疲弊したフランスを立て直すために、側近であったシュリー・コー・マクシミリアンに、国家経済の再建、農業の促進、開墾地の拡大、 公共事業の活発化などの政策を行わせた。さらに、教育機関の拡充、街道の整備、森林の保護、橋や運河の整備を推し進めた。また、セーヌ川にまたがるポンネフ橋の建造を中心とした、首都パリの大規模な再開発計画を実行し、パレロワイヤルやルーブル宮殿の大ギャラリーを建造した。このギャラリーは、長さ400メートル、 幅30メートルにも及ぶ当時の世界では最大級の建築物であった。さらにアンリー4世はあらゆる芸術家、工芸家を招いてルーブル宮殿に住まわせ創作活動を行わせた。これはナポレオン・ボナパルトが禁止するまで歴代の王によって継承される政策となった。行政面では税の支払いの見返りに官食の世襲を保障するポーレット法を定め、 また金融化から地域の税金を前借りして代わりに徴税を請け負わせる徴税請け負い人制度を作り財政の再建に努めている。アンリ・ヨンセイの暗殺フランス・オアラバイアックの公開死刑アンリ・ヨンセイのビジョンは国内を超えており北アメリカの探検にサミュエル・ド・シャンプランを派遣している。これは後にカナダにフランスの植民地が築かれる基礎となった。 また、悲惨な戦争の参加を防ぐため、ヨーロッパ各国が共同して、国際裁判所と国際軍を持ち、侵略行為に対抗するという大計画を構想していた。有能な君主として国民に広く愛された、アンリ4世だったが、たびたび暗殺の危機にさらされていた。1594年には、ジャンシャテルによる暗殺未遂で重傷を負った。 そして1610年5月14日、アンリ4世は馬車に乗ろうとした際に狂信的なカトリック教徒のフランソワ・ラバヤックに刺殺された。事件は単独犯として決着したが、多くの歴史家たちは権力上総部による陰謀であったと考えている。5月27日にラバヤックは16年前のシャテル同様、パリで無ごたらしい方法による、 公開死刑に処されている。アンリ4世はサンドニ大聖堂に埋葬され、8歳の大大使類がルイ13世として即位し、成人する1617年まで母校マリーが摂政として政務を取ることになった。アンリ4世の遺体はフランス革命後の1793年に墓から暴かれ頭部が切断されて行方不明となった。 その後頭部は各地を点々としたが、放漁後400年経った2010年になって、法医学者の鑑定によって、正式にアンリ4世のものと確認された。ミイラ化した頭部の保存状態は良好で、1594年の暗殺未遂の傷跡などが残っていたという。また、2012年には、ルイ16世の処刑時に使われたとされるハンカチと比較する DNA 鑑定が行われ、 決定的と報じられた。しかし、当時フランス王い請求者だったパリ博研フランス公アンリドルレアンは、復元された頭部の外観がブルボン家の特徴と合致しないとし、検査結果に納得しなかった。また、ブルボン家の末裔3名の DNA と、前回の検査に使われた物証からの DNA を、比較する DNA 鑑定が行われ、初回のテスト結果は否定された。 シチアントワールド・ブルボン母ジャンヌ・ダルブレ母方の祖母、マルグリット・ド・ナバールは、フランス王一世の姉であり、アンリ四世は、バロア朝末期の三人の王及び最初の日、マルグリット・ド・バロアのまたいとこにあたる。ただし、王位継承権自体は直接にはこの血縁及び、婚姻関係でなく、サリカ法に基づき、カペー家の男系主流である、ブルボン家の課長であったことによるものである。 ブルボン家の祖である、クレルモンハク・ロベールは、ルイ九世の六ツフィリップ三世の末ッで、アンリ四世から九世代遡る、約三百年前の人物である。一方、ナバラ王位は、女系継承が認められており、母、ジャンヌ・ダルブレの死により、アンリ四世が継承することになった。以後、ブルボン朝の歴代フランス王は、ナバラ王を剣くらいし、フランスとナバラの王を称した。 ナバラ王の血筋を遡ると、同様に、フランスとナバラの王を兼ねた、カペー朝末期のルイ十世に至る。ただし、ヒーババ、カタリナの時代に、ナバラ王国は大部分がスペインに併合されており、ルイ十世の時代より、領土は大幅に縮小している。なお、祖母マルグリットは、ナバラ王アンリ・ダルブレとは再婚であり、最初の夫アラン・ソンコシャルル四世はアンリ四世の父方の祖母、 フランソワーズ・ダ・ランソンの兄であった。シャルル4世とフランソワーズの家系ア・ランソン家は、多い継承権を持つバルア家の有力な支流であったが、シャルル4世の死により断絶していた。父バンドを向こう、アントワーヌの家系は、ブルボンバン家といい、元来ブルボン家でも傍系であったが、祖父、シャルルの時代に本流が断絶したタメブルボン家家長となり、 バロアケ断絶後のフランス王位継承権を得ることになった。また、カトリーヌ・ド・メディシスの母方の祖母、ジャンヌ・ド・ブルボン・バンは、シャルルの父バンドーム白、フランソワの姉であった。さらに、シャルルの妹アントワネットは、ギーズ公クロードに嫁いで、着難、フランソワやスコットランド王妃、メアリー・オブ・ギーズを設けており、アンリ4世は、フランソワ2世の王妃でもあったスコットランド女王。 メアリーや敵対関係にあったギーズ公、アンリのまた重帝でもあった。加えてアントワーヌの母方の祖母、マルグリット・ド・ロレーヌは、ロレーヌ公・ルネ2世の妹で、ギーズ公、クロードのおばにあたり、アンリ4世とギーズ家とは、ロレーヌ家の血を通じてもつながりがあった。なお、マルグリット・ド・ナバールの父シャルル・ドルレアンと母ルイーズ・ド・サボアが共に、ブルボン家本流の血を引いている。 また、ロレーヌ家との関係ではさらに、アンリ四世の妹カトリーヌが、ロレーヌ公アンリ二世と結婚している。シャルルの母マリード・リュックサンブールは、ルクセンブルク家の最後の末裔であるが、神聖ローマ皇帝やボヘミア王の家系となった、本流でなく、ブンケリニー家の子孫である。ジャンヌ・ダルブレの父方の祖母、カトリーヌ・ド・フォアと母方の祖父、シャルルル・ドルレアンは、共に、 ボヘミア王ヨハンの娘ボンヌの血を引いているので、アンリー4世は、ルクセンブルクや本流ともちのつながりはあることになる。アンリー4世と、家族、マリー・ド・メディシスとの間に六死を設けている。ガブリエル・デストレとの間に死産を除き諸子3人を設けている。ありがとうございます。